さあ、ということでね。うん。始まりましたけどもね。うん。今日は、はい、ついに前回トラクタービームを手に入れた僕たちは、果たして一体どうなってしまうのか。そんなに煽るようなことは起きないと思うんですけど、あんまりどうもならんでしょう。いつも通りでもね、あの、だって前回さ、うん、あ、でもほぼ回ってるんだ。あのマップでいうところの北西、左上、うん、にある、これなんだっけ、硫黄島じゃない、磁石島って書いてあるわ。あ、こんなとこ行ったっけ。ここよ、トラクタービームあったとこ。なるほど、なんか一個取ってないよ。本当だ、なんで、なんだろう、ね、忘れてきた。まあいいや、この磁石島ってとこ、磁石だからこそトラクタービームだったんですかね。あー、なるほどね。うんうん。あ、ちょっと待って、うん、あれだわ。なんだ、夢宮東華さん、ハムハムさん、こんばんはと言いたい。こんばんはと言いたい。こんばんはです。いつもの挨拶求むってきてるわ。何、いつもの挨拶って。どうもこんばんは、二足三門ソフトウェアゲーミング 部門所属。違うやろ、所属トシエズムです。違う、全然違うでしょうが。何、いつもの挨拶あるの。よ、わかんない。いつもぬるっと始めてますよね、ズムさん、うん、ちょっと本物見たいな、本物見せて。本物、今やったのと一緒で大して変わらないですけど。はい、どうもこんばんは、二足三門ソフトウェアゲーミング部門所属ジンの楓です。うわ、ね、よ、やめてよ、恥ずかしい。本物じゃん。やめてよ、本物でも偽物でも大差ないから。いやー、ちょっとあれだな、ちょっと勉強していくわ。俺もゲーミング部門所属になりたいから。俺も、ああ、え、何、入社試験あるの。もちろんありますよ、小数点の計算ができないとダメですからね。ああ、任せてほしい。完璧だわ、じゃあ。嘘。電卓使えばいいから。電卓使ったら意味がないでしょうが。テストにならんわ。お、まあ、オルトさんも、こんばんはと言いたい。こんばんはです。二足三門で足りないでしょ、としえ、イズムは。まあね。どういうこと。もう何でもかんでも、まあねで返さない。わかんなかった。足りないでしょ。足りないの。わあ、本物の楓ちゃん。やめて。湧いてるぜ。やめてください。乗らないで、悪乗りしすぎ。恥ずかしいから次行きましょう。次、オッケーオッケー。はい、何やんですか今日は。今日は前回トラクタービームを手に入れた僕たちは、うん、果たして一体どうなってしまうのか。さっきと一緒やんけ。しかもどうもならんって言ったとこでしょうが。違う、そう、え、何、トラクタービーム手に入れたってことはさ、うん、なんかあの赤いさ、今まで手に入らなかったやつも手に入るんじゃない。あ、違うっけあれ。ああ、爆発するやつ。そうあれ、そうなの。え、わかんない、なんか違うか。いや、やってみないとわかんないけど、そうね、可能性はありますよね。うん、確かに。ここさ、今俺たちがいるさ、生まれた瞬間のところあるじゃん。生まれた瞬間、うん、101ね、はいはい。ここさ、全部空島じゃん。そうね、この目は全部1キロ上とか100メートル上っていうのがあるな。なかなか、でもさ、これ多分ロケットとかなんか飛行機を完成させないとちょっと厳しいところはあるよね。そうですね、飛行機がいりますよね。でもさ、磁石島っていうことはさ、うん、あ、その下だいぶアイランドだったって。どういうこと。あれじゃない、なんかあの潜水艦のパーツとか手に入るってことじゃない、なんかそういう宝島もあるよ。ああ、なるほどね。お、いらっしゃいませ、こんばんは。来たのだ。いらっしゃいませ、なのだ。いらっしゃいませ、なのだ。こんばんはと言いたい。二足三門二足三門に挨拶を伝えたい。ありがとうございます。ええ、ウッサさんじゃん。ウッサさんじゃない、もしかして。うん、ウッサさんというか、シロトさんというかハムハムさんというか、微妙な、なん、うちではあのシロタさんと呼んでますけど。あ、そうなんだ。だってシロタって書いてあるもん。でも間違いらしいよ。間違いらしいですね。これさ、うん、やっぱこの名前になんかあるんじゃない。そうね、由来したものはありそうよね。でもさ、今そこ以外はさ、うん、ローズウッドとかさ、カルーの目、ブラウンウッド、ディープウッド、森林高原とかさ、なんかちょっと統一感はないな。まあでもこの辺森だから森林高原になってるとか。
でもどんなものが手に入るかは分かんないよ、ね、分かんない。まあそれはもう本当に行ってみないとでしょう。やっぱゲッチューことよ。ね、カルーの目って何なんだろう。え、なんか目がここに池があるからさ、この池がなんか目っぽいとかそういうことなんじゃなくて、そういうこと。なんかここさ結構手に入りそうだよ。なんか何が3つぐらいあるよ。あるね、あるね。え、ここ行くじゃあ。ここ行ってみようか一回。 OK、 じゃあ近くのリカバリードローン5999移動しますよ。移動したよ。いつも配信ありがとう。こちらこそ、いつも来ていただいてありがとうございます。あの年合い組むもろとも喜んでおります。もろとも死なばもろともみたいな言い方。はい、じゃあここの上、この高台の上に3つあるっぽいので、まず今日はねこれを、え、すげえ、やっぱこれすごいよ。これ俺が作ったやつ、崖余裕で登れちゃった。ああ、だと思った。ジェットのやつね、いいな。これいいぞ。これ作った回あるよ。わっちゅ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 見せん。私だってこのジェットエンジンでなんとか飛んできましたよ。え、来れた？うん、崖をちょっと登るぐらいだったらまあなんとかなる。ここか。あ、でもダメだこれ。何？あのやっぱこうなんだろう、垂直だとダメだなやっぱり。まあそれはさすがにね、垂直は厳しいでしょ。てかもうちょっとでも段差があると壊れちゃう。デリケートね。壁登り専用ですか？そう、デリケートなんだよね。あ、これじゃない、これじゃない。なあそれ、これ、これ、あー、はいはいはい、ここはね、なにこれ、ブロック 1×3。 まあね、しんのし、俺のトラックに乗せてよ、あれで。早速いいっすよ。早速見せちゃうぜ、トラクタービームと。だったっけ。そう、トシエイズム運送の運送の。そうね、ちょっと待って、どうやって呼び出すんだっけ、これだ。前回ね、トラクタービームを手に入れたことで、あれ？なんか違うな。ん？いいんだっけこれ。いいんじゃないそれで。いいのか。こう。トラクタービームを手に入れたことで、ちょっと待って、これ暗いわ。ライトつける。確かに。まあ、俺が照らしてくけどね。俺が全然照らすけどね。あ、そうか。オッケー。じゃあ、それでいこうか。任せてほしい。よし。ちょうどうまい具合になんか盾っぽくなってますな、これ。これ、こっちから入ろうか。取れる、これ。あ、なるほど。そういうこと？そういうこと。いや暗いわ。暗いよね、照らしてちゃんと。こう。ほわ。どうよ。どうよ。ほわ。いけんじゃない。いいんじゃない。で。いけるね。それでトラクタービームじゃん。こうして、こうして、トラクタービームがこれか。お、いいねいいね。いいね。で戻って。で、俺がそこにこう。こういうこと？そういうことよ。いいですよいいですよいいですよ。いいっすよいいっすよ。でこれで落とす。あ、例のやつだ。ちょっと待って、そこいて、そこいて。多分触れば落ちるから。よいしょ。あ、ドキドキするわ。よいしょ。どうなってる？あれ？ちょっと待って。空中に浮いてる？浮いてる。なぜかね、浮いちゃうんですよね。おい。お、ナイスナイスナイス。入った入った。よしよしよし、いいよいいぞいいぞ。で？どこにあんの？そこやろ。そこ一番大事じゃない？え、この中に入れる必要あった？いや、まあ運ぶんであればね、入れた方がいいけど。それよりどこ運ぶの？あ、やべえ！何やってんの？ああ、ごめん、間違えた！ばっかりでしょうが。もう。これで持ってくわ。あ、ダメだわ。ダメでしょ。ちょっと待って、乗らなきゃまた。どうやって乗るんだっけ？全部忘れるじゃん。一週間に一回しかやんないと忘れるんでござんすよ。おや。もう一回拾うとこからや。爽やかしもコンバート痛い。こんばんはです。見せちゃう。ズエ。ズエ。まず拾って、ちょっとズムさんどいて。拾って。お、いいねいいね。で、はい、じゃあ入ってください。オッケーオッケー、任せほしい。こうして。ちょっと待ってよ。こう。はい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 。うまくない？うまかった、今のは。で、これで、落として、やっぱ落ちないのよね。ないなぁ。なんだ、磁力かなぁ。で、間違えた。で、降りて、で、これに触って、
よいしょ。よいしょ。おい。ナイス。よしよし。で、で運ばれる。どこへ？だからどこへ？多分ここがいい。リカバリードローン5999が。ああ、そっか。近いんじゃないかなと思うけど、その上にもう一個あるのよ。あと2個あるのよ。そうね。拾っていってもいいね。そう。だから全部俺のやつに。あ、なるほど。これが運送業。運送屋らしいじゃないですか。いいね。任せてほしい。そういうことよ。いける？え、こ、あれ、この中？え、何これ？どういうこと？え、ここだけど。これ、だって湖の中だったでしょ、これ。あ、じゃあダメだわ。85メートル下だから。あ、あ？これ、赤いやつ。あ、赤いやつ。え？これ、え、何これ？私にやれっていうの？うん、いて。トラクタービームならいけるでしょ。爆破。あ、リンなし。降りるのボタン間違えた。これは俺じゃないぞ今のは。今のは私です。すいません。失礼しました。ブロック4×8。へえ。これどうすんだっけ。全部忘れるじゃん。本当すぐ忘れるんよ。これ4×8いいね。4×8はいいぞ。足に使えますね。そうじゃなくて、ちょっと待って。やっぱちょっと登録しとこうかな。うん、あれ多分結構使い勝手はいいと思うけど。うん。登録一回画面開いて、これ押し、ん？どうすんだっけ？え、どうやるんだっけ？これか？これか。うん。いや大丈夫。もうちょっと待ってください。これを入れて。松は。アミンだっけ？いくまでもアミンよ。松はこの前覚えた。まあね、任すほしい。品物がボコボコになってそうだねと思うじゃん。運送業大変だよ。2024年問題あるよ。デリケートで。いや確かにそれは本当にデリケートな問題よ。何の大変だもの。何その問題。いやなんかね、あのまあ運送業界も大変らしいのよ。いやだからどう大変なの。なあ、俺もあんまりなんか詳しくはちょっとわかんないわ。めっちゃ大変そうだって言う、なんか言っておきながら分かってないの。ちょっとなんか人があんまりいないっていう、いないからあんまなんかあれらしいよ。配達も次の日とかはもう難しいよみたいなこと。あ、人手不足ってこと。そう、運送屋の人に言われた。はい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 、そうね。ああ、そうそう、法律が変わるんだ。法律、そうそう、どう変わるのかはまああれよ、実はみんなに聞いてみよう。ちょっと待って、これちょっとここか。よいしょ。いいよ。あ、入ったじゃん。普通に入った。何なんだこれ。完璧じゃん。よし、次。これ本当にいけんのこれ。いけんのかね。爆発するのは私なんですけど。あ、でも良さそうじゃない。ほら、あ、あ、いいじゃん。いけた、いけた、いけた。いいね。え、これでもさ、この中に入れたら爆発しない。いや、何が理由で爆発するのか分かんないからさ。一回やってみるか。まあ試してみればいいんじゃない。ほい。はぁ、いけた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 。え、いけてない、それ。いけてない。いけてる、いけてる。オッケーオッケー。いいじゃん。いいじゃん、素晴らしい。こういうことよ、こういうこと。いや、運送業やってんじゃないですか。助けてほしい。なんかこっちに、あ、あれお金か。あとは事故をしないように。そうですね。ちょっとずつ、ちょっとずつ。はい。あの急にあの組み替えたりとか変形しちゃいけませんよ。任せほしい、任せほしい。大丈夫。なんかもう乗り上げてない、ね、乗り上げてるわ。大丈夫大丈夫。これバックバック。本当？少しずつ少しずつと言いながらいきなりもうダメになってない。どうしたねえ。なんかすごい火花つってんだけど、これ大丈夫かな。俺いけるいけるいける。危険物運送だってみんなやってるでしょ。いやでもなんかその専用じゃないかな。危険物取り扱いの免許持ってないでござる。後ろにちゃんと危険マークの木って書いといて。書いとくか。なんかここお金がすっごいなんかバチバチしてんだけど、これ大丈夫か。いけるいける。ここまで来たんだったら大丈夫でしょ。こっちか、こっちか、こっちこっち。なんかあー怖っ。お金はあるんだけど結局どこに持って行っていいかわかんないんですよね。でもなんかさ、この辺だったはずだような気がするけどね。こなん？一応働きたかったかった。なんだって。働きたかった。働きたかった。働き方改革よ。あー、なにこれ、爆発したんだけど。
え、なんで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 、おっ、わかんないわかんない、え、さっきまで、さっきまで調子良かったじゃん、調子良かったの急に爆発したんだけど、あっちの爆発のやつだけか、 OK、 わかった、これだけ乗せといて、 OK、OK、 邪魔か、よいしょ、イズム砕け散るの、ごめん俺砕け散ったわ、トシアイズムは砕け散った、あれあれなんかうまいこと言ってないね、向き変えて、おーいいねいいね、ちょちょちょ、勢いがついてる、あいいはいはいはい、で俺はここにこう、はい、あ押されて私も動くんよね、オッケーはいはいはい、じゃあ私あれ取ってくるわ、もう一回、いやあれちょっと怖いわ、ちょっとうちのトラックにはちょっと、そのトラック、トラクタービームついてないんですか、つけたような気がするんだけどね、ダメなんだよね、え、ダメなんだよね、そうなん、へえ、つけてないかもしれない、なんかボタンを押したら発動するんじゃないんでしたっけ、ビームが、でもねボタンを押してもね、うん、何にも出ないからね、多分ね、え、やっぱないの？してない。そういうことか。あれどこだ？そう、結局そう、どこに持っていくかを。ちょっと違うわ。よいしょ。これ違うな。本当だ、火花飛んでるこれ。どこどこ？ここだから。これダメだな、崖をやっぱりこう転落しないといけないわ、うん、俺、はい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 、しょうがない、こうなればこういうこと、なんとかなんとか耐えてくれ、耐えられない、ま、そんな重量の重いトラックね、落ちたらそれはもうぶち壊れて当然でしょう、ブロック落ちちゃったよまた、もうその距離だったら運べない、無理か、じゃあ俺運ぶやつ、あれだわ、あこいつは、え、腕虫もういないの、腕虫もうね、あ、腕虫はどっかに登録しちゃったよ、よいしょよいしょよいしょ、で、こうしてポイッ、はーん、え、何、爆発したなんで爆発したの、ここまで持ってきたのに、なんで、また取りかにゃ、これが腕虫の力やっぱりトラクタービームの時代になっても腕虫は大事ってこと、こういうことや、はい、ナイス、なんだかんだの腕虫だな、なんだかんだの腕虫ってすごい単語ですごいフレーズです、あれ、あっちか、でもさ、さっきのあの、うん、崖登った機体あるじゃない、うん、あれ一人用、これ一人用なんだ、ちょっと私も乗れるようにしてもらえませんか、これはねちょっと無理なんだよな、崖登れねえし、しかも話が違うじゃん、ここの崖はちょっと厳しいな、あー、どこでも登れるというわけではない、うん、ちょっとねまだ足りないわ、うーん、いや、まあでもそれでもさ、それでもかなり登りやすい台にはなってるし、私も、ああそうか、ズムさんが呼んで私が乗って登ればいいのか、うん、自転車あれは、あ、でもあれさ、それで落ちたらさ、爆発しない、降りたら、うわなんか見たぞ俺どうすんのこれ、これ降りる、一回ね、そうだから一回降ろそうかと思ったんですけど、なんかでもさ、これさ、上がれたってことはさ、うん、下がれるんじゃない、ここから上がっ、あ、こっちからだ、こっちこっち、ちょっと待って、取り行くからルート見つけといて、見つけた、案内するわ、はいはい、拾って、はい、どうしろって、こっちそこ、こっち降りれる、本当に、
からなんか降りれるとこある？なくない？ない？なくない？いや、何にもなくない？わかった、ちょっと待って、じゃあちょっと考えよう結局何も分かってない。じゃあそれを、じゃあ俺が下でトラクタービームでキャッチすればいいってことじゃん。あー、なるほどね。いや、そう天才じゃないです。いや、そう都合よくはいかないんよ、これが。いや、と思うじゃん、ちょっと帰ってみよう。トラクタービームってどれがいいかな。え、ちょっと一回さ、崖の上から落としていいですか、これ。え、ちょっと待って。うん？これを、これで、トラクタービームはどこにあったあれ。メカニック？違う。ガジェット？あ、ガジェット。わぁ。で、この上につけよう。ここにつけて、何やってんの？何やってんの？ちょっと待って。落ち着いてほしい。これどこだ？どこは？どこから出るんだ、このトラクターは。うん？ちょっと、他に降りられる場所がないか見に行っておこう。いや、無理じゃん、どこも。しかも結構オーバーハングよこれ。オッケーオッケーオッケー。感謝トーマスみたいになったけど怖っ。だったらさ、どうせ落とすんだったら、あの回収ポイントのそばがいいですよね。確かに確かに、そっち行こうじゃん。ここかな。これいいんじゃないか。どうかな。よし。ほっか。何？なんでもないよっと。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、もうちょいだからね、これ。うん。お。さあ、来ました。はい。で？でどうしろと？そこにさ、都合よく落とせるかなって思うんですけど。落とすしかない。来い。なんか俺壊れたんだけど。これ普通に降りた方が良かったのでは。これ普通に降りれるんじゃない？なんかうまくやれば降りられそうなんだけど、上がるのがまた大変でござんすよこれ。こっち。上がるんだったら。多分こっちから3番かな。どっちどっち。この道じゃない？え、これでもさっきの道でしょ。これ上がれないっけ。いや、だってさっきズムさんが下でうろうろしてたとこでしょこれ。でもじゃあ俺たちどうやって上行ったのこれ。ズムさんはだってか崖を登ったじゃん、ジェットで。そういうこと。私はロケットで登ったし。そうやね、そうだね。上がる場所ないか。うん、ない。ないんだ。ない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 じゃん。何それ。渋垣隊じゃない。ちょっとそれだけじゃ分かんなかったわ。そうなんないないないふんふんがない。あーない。ん？てててててれてれて。はい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 、分かった。でも歌詞全然分かってない。まあね。これどうやっていくかな。またこの辺からいける？ダメだな、さすがに。垂直の壁を登れるようにはできてないんでござんすよ、私は。俺もよ。さっき登ったじゃん。いや、なんかね、垂直じゃないとこがあるんよ。ほえん？いかん。返しがあるとダメなんだよ、やっぱ。そうね、さすがにね。よいしょ。うわ。
もういいわ。ロケットで乗りました私は。どこがいいんだっけ。うわ。なさきから。地雷に全部当たった。いいじゃないですか。その辺全部爆発させて綺麗にしておいてくださいよ。ちょっと待って、違う、これ洞窟から行けるんじゃないのかこれ。うそ。ここに洞窟あるぞ。行ってみて。ちょっと待って。これ行けそうじゃない？暗。ライト。どこ繋がってんのそれ？わかんない、これどこ繋がってんだ？なんだ？見えない見えない。え、どっちだった？俺どっちから来た？何やってるの？湖だ。そこさっきのやつよ。水に沈んでるあれ。うん。ねえ。ああ、いい？じゃあさ、わかった。そこに。なんかやたら声張るな。なんでか死んだんだけど。あ、ちょうどいいや、ズームさん。私持ってきたわ。え？転がって落ちてきたら大丈夫だった。なんだって。あそこの穴にさ、それ落として、俺がこの浮いてるさ、トラックでさ、うん、キャッチすればよかったんじゃないかなと思ったんだけど。ああ、なるほどね。それも、めんどくさいね。まあ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 、まあ、いけたから。よしよし。よしよし。さっきの水の中、あれ、あそこから行けんじゃないじゃん。いや、水の中ね、うん、はやっぱりね、まず俺たちは潜水システムがないと無理だった。そんなに深いところにあるってこと？うん、そう。トラクタービームを届かないくらいに深いとこってこと？うん？ん？多分ね。一回見てみる。OK？ トシア運送相変わらず派手だなと思って。まあね、暗デコトラだから。じゃあ事故まで派手にやんなくったっていいんですよ。やっぱ道が狭いからねこれ。返しを返して的な。何加えてんの。タバコよ。そうね。はい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 。どこにあるんですそれ。どこにあるのこれ。あ、違うわ。ん？上か。嘘。この上じゃない。いやいや、マップ見て、マップ 20m 下って書いてある。本当に下だわ。やっぱこれ潜水か。見えないもんね。うん、全然潜ってくるわ。どうやって。あるある、あった。あ、でかい。しかもこれ、何、気になる気になる。どこどこ。あ、あった。これかジンバルジェットだって。ジェットエンジンってこと。これもなんかぽいね。なんこれ、どうなってんのこれ。なんだ。欲しいな。ということはさ、はい、次の俺たちの目的はさ、うん、潜水じゃない。そうね。そう。ということは。ということは？ダイブアイランドのこの未知のサルベージ部品、これ取りに行ってみよう。ダイブアイランドって何？さっきの磁石島の下にあるんよ。磁石島の下に。ああ、これね。はいはいはい。なんで取ってないんでしょう？多分さ、回収ドローンまで、リカバリードローン。ああ、なるほどね。運べない。しかないんだけど。はいはい。だけどトラクターっていうと、俺のこの水陸両用トラックがあれば運べる。なるほど。確かに。そうなんだ。これ自社。まあ、行ってみよう行ってみよう。リカバリードローン9001。OK。よしよし。いいね。いいね。いいね。なんかすごく見えてきましたかな。見えてきたね。どっちだ？こっち。こっちか。ヒューヒュー。桃の天然水じゃん。そうだっけ。桃の天然水だろ。ヒューヒューじゃん。何も笑ってんのかな。面白いな、ズンさんは。本当にどうじゃん。沈んでない。ちょっとなんで水陸両用車沈んで水
陸療養者言いながらなんで沈んでな、しかもなんで本人泳いでんの。あれ水陸療養じゃなかったっけあれ。おかしいな。改造に改造を重ねた結果また今度は水中でのバランスが、水上でのバランスが悪くなったんじゃない。 そういうこと。潜水艦のセンスいいね、センスいいね。おほほ、いや何がおほなんですか。パワーコアじゃんこれ。そうよ、パワーコアよ、 パワーコアよ。見て見てこれ、んあれこれ どうすんだっけ、どうすんだっけ、違うわ、どうすんだっけこれ。 SUP、 UP って何、 UP、 あ間違えた、ん UP って何、 UP、 あこうだ、おこれよ、すげえ、何それ、これよ、にゃにゃーん、あーすげえじゃん。おお。乗るかい？ああ助かる。そうこれを見越してね、私はこの伸縮自在棒を用意しておいたんだよ。いやさすがだねマジで。ねえ。うん？あっちか。ずるしゃとかで年やうん、そうまともに働いてなくない？いやー頑張ったけどねさっき頑張ったけどね。頑張ったとか頑張ってないとかそうじゃない、結果を出してほしい、結果を。あでもだからやっぱりそういう頑張ったとかそういうのも認めてほしい。パワーコアアンロックじゃん。アンロックよ。ちょっと乗っけてて。はいはい。あのトラックもダメだわ。どうしやんそう、廃業の危機じゃん。ちょっと陣の師の方が天才だって言われてるわ。やばいやばいやばい、おおしょうがないね。もう、もう一個つけてよ。え？あ、いい、甲板でいいじゃないですか。そこで寝てていいですよ。いい気持ちだな。よ、お、休日みてえだな。休日といえば、2月9日。2月9日？ 2月9日ってなんだ。なんよ。2月9日何？12月9日だったわ。12月9日だわ、うん、ダイビングペル。あ、え、これもしかして、え、潜水ってこと？そうそうそうじゃない。なんだって。なんだって。え、これダイビング、え、これダイビングペル、これあれじゃない、ガンダムのボールじゃない、何それ。え、知らない。あの、なんだろう、あの空飛ぶ棺桶と呼ばれているモビルスーツ。知らない。とか乗っ取ったぜ。これをこう。え、これどうやって、え、伸ばすのどうやってなんだこれ。それね、キーボードにあれしてあるからパッドでは操作できないと思う。くそ、うわー、はまったわ。やっぱね、認められたものにしか運転できないのよ。ちゃんと人の車勝手にさ2台も出さないでほしい。どうすんのこれ。うん、ああ、それだったらほらいつものやつでさ、こいつで引っ張り上げた方が早いと思うな。確かに。どちら、分かった、どちら運送呼ばないの。任せほしい、任せほしい。よいしょよいしょ。さあ、転覆の恐れあるけどね。転覆したら自分でやり直してね。あれ、いけてるそれ。微妙に、あ、来た。あ、いけたいけたいけた。よいしょ、ちょっと一回下がるわ。一回俺そっち行くわ。この辺でいいかな。ほい。いいよ。あ、いいよ。いいね。いや、これが。よいしょ。そういうことよ。え、ちょっと私も乗せてくださいよ。オッケー。本当って。転覆しそうだな。よいしょ。転覆ブラザー。はいよ。そこに乗るんだい。うん。あの下手にキーいじってね、修理したら困るから。確かに。